エゾアカガエルは、両生ツナカエルメアカガエル科に分類されるカエルの一種。日本、ロシアに分布する。北海道に生息する在来のカエルは、日本アマガエルと本種のみ。かつては、ヨーロッパアカガエルと同一のア種と考えられ、その後は、朝鮮山アカガエルと同一の種もしくは、ア種とされていた。しかし、染色体数から独立種であることが判明し、 1991年に正式に新たな学名が与えられた。学名の種称名はアイヌ語で美しいを意味するピアーカをピリカと日本語で音写したもの。本来のアイヌ語ではリは音節末の流音であり母音はつかない。体長はオスが46から5 5ミリメートル、メスが54から7 2ト、mm、ルでメスの方がオスより明らかに大きい。 体色は黒か主色から赤茶色。目の後ろから伸びる背側線は鼓膜の後ろで緩く曲がる。獅子はやや短く、指の間には水かきが発達する。オスは下顎に左右一体の鳴能がある。サハリン個体群は北海道個体群とは形態的にかなり違いがあるとされる。一つの卵の大きさは1.7から2.3ミ、mm、リメートルほどで、 妖精は全長4 5トルまで成長し、尾は中程度の長さで太くはない。捕食者であるエゾサンショウウオの妖精が多数生息する環境では、尾ひれの竹が高く、胴部がゼラチン状の物質で傍慢した防御形態に変化する。生息環境は平地や湿地、森林や鉱山体と様々である。肉食性で昆虫類、クモ、土壌動物を食べる。 繁殖期は基本的には4から5月だが、高知では7月と遅い。キャラララ、キャラララと鳴き、繁殖期以外で鳴くことはほとんどない。夜間の方が活発に鳴くが、昼間でも鳴く。池や湿地などの浅い水域や水溜りに散乱する。卵海は扁平な球場で、卵数は700-1100個。時にはとても大きな卵海群を形成することもある。 11月から4月の冬季は、推定で冬眠する。ありがとうございます。